状況は前と同じね。さて、キラ君とアスラン君は、三日月オーガス、出るよ。ユオク様のお守りをしている場合ではありません。さあ、行きましょう。アスラン、ジェネシスを。了解だ、キラ。小隊長さん、ユノさんたちか。キラ君、それともう一機が。ジャスティスガンダム、キラ君の親友アスランザラ君だね。二人がいればジェネシス発射は阻止できる。アスラン、小隊長さんたちと協力してジェネシスを止めるんだ。わかった、協力感謝する。あ、はじめまして。早速ですが敵を倒しましょう。よし、蹴散らすぞ。なんだと。全力で行かせてもらう。これ以上無理だ。直撃したのか。決める。遅い。この感じは。キラ君、どこへ。あの人だ。アスラ、後を頼む。キラ、ここは俺に任せろ。出てきたみたいだね、仮面の男が。ラウル、フリーダムガンダムが交戦開始。相手はプロビデンスガンダム。フリーダム、キラ。通信回して。また君か。厄介なやつだよ君は。あなたはあってはならない存在だというのに。何を。サクラ、コーディネーターは遺伝子操作によって生まれた人間よね。そうだよ。だけど彼らは、これで決める。落ちる。直撃させる。くそ、まだか。肝心な時にその程度やるな。その程度やるな。まだまだ。そう、しくじったか。遅い。なんて力。どうしな。こんなものは。まだやれるぞ。展開、いけ。まだなのか。邪魔をして。まだ。オールレンジ攻撃展開。知れば誰もが望むだろう。君のようになりたいと。君のようでありたいと。そんなこと目に許されない。君という存在を。キラ君はコーディネーターのだけじゃないの。他に何か特別なものが。彼はスーパーコーディネーター。人工子宮を用いて作られた。人間を作った。あいつ直撃したのか。まだまだ。当たれ。そこが動かない。動かなきゃまだね。直撃させる。こいつでどうだ。やるな。この程度展開。いけ。そこ全力で行かせる。そう、まだか。直撃させる。邪魔をして。オールレンジ攻撃。ここは私が。
内部でジャスティスを核爆発させる。核爆発？まさか自爆を？大丈夫だよ、犬姉さん。オーブ連合のかがり姫様がいる。彼女なら絶対アスラン君を助けてくれるよ。信じるしかないのね。キラ君の方はどうなってるの？フリーダム、プロビデンスガンダムと交戦中。来るよ。これが定めさ。知りながらも突き進んだ道だろう。何を？正義と死を。分からぬと逃げ。知らず、聞かず。その果ての終局だ。もはや止める術などない。そして滅ぶ。人は滅ぶべくしてな。そんなあなたの理屈。それが人だよ、キラ君。違う。人は。人はそんなものじゃない。は何が違う？なぜ違う？オールレンジ攻撃。まだか。この憎しみの目と心と引き金を引く指しか持たぬ者たちの世界で、それでも僕はこの何を信じる、なぜ信じる。それしか知らないあなたが。知らぬさ。所詮人は己の知ることしか知らぬ。辛いのは、苦しいのはあなただけじゃない。ラウル・クルーゼ、なんて迫力なの。あ、そうだ、アスラン君は邪神竜炎に突入したよ。小隊長さんはこっちに集中して。ザットのクルーゼさん、アバオはクーでも思ったけど、すごく深い絶望を感じる。彼は人間に絶望し憎んでいるんだよ、自分を生み出した。もしかしてキラ君と同じ。彼はナチュラル、普通の人だよ。正確には普通の人から作られた存在。まだ苦しみたいか。いつか、やがていつかはと。そんな甘い毒に踊らされ、一体どれほどの時を戦い続けてきた。この手で
道を渡してやるよ。この私がな。ざまずく。よほど死にたいらしい。決まった。死体が たとえ夜勤が落とされたとしてもね。どの道私の勝ちだ。夜勤が自爆すればジェネシスは発射される。自爆神経と連動させてるの。そこまでして。もはや止める術はない。血は焼かれ、涙と悲鳴は新たなる争いの呪しとなる。そんな、アスラン。行け。オールレンジ攻撃。直撃させる。行け。よし、やれるだけの力が。滅びるやり。こんなこと、したくないけど。行け。僕にはやれるだけの時もやるな。これで感動を渡してやるよ。この私がない。そまさかジェネシスが撃たれる。アスラン君、人が数多持つ予言の日だ。そんなこと。それだけの業を重ねてきたのは誰だ。君とてその一つだろうが。それでも守りたい世界があるんだ。邪魔だね。これが人の夢、人の望み、人の業。直撃させる展開。そんなところで。ありがとう。これが発生は。とっておきだ。ちょっとくれる。一回終わりだ。そろそろご退場の名を。オールレンジ攻撃。一回。これ以上は無理だ。そこから展開スタイガしてやるよ。これが定めか。礼を言う。あなたはどうして。キラ君、ジェネシスの停止を確認。アスラン君がやってくれたよ。アスラン、僕たちはどうしてこんなところへ来てしまったんだろう。キラ君、僕たちの世界は。ああ、ありがとう。助かったよ。
小隊長、私たちの未来、一年戦争として歴史に残る戦い、その最後に立ち会うことになるね。ブレイクミッションでホワイトベースは確認できたけど、アムロ少尉たちはどうなの？シミュレーションといっても私たちの未来、それを見据えろ。おそらく直接言えないからそういう表現にしたんだろうけど、ユノ、正しい未来、変えてはならない未来、受け入れろ。レディーユノ、受け入れろ。お、先輩行きましょう、小隊長。私たちの未来、私たちで正しく成立させる。アバオアクーのエスフィールド側だよ。これが最後の戦いなのね。三日月オーガス、出るよ。シャアだって分かっているはずだ。倒すべき相手を。アムロ少尉も戻ってきた。いよいよね。宇宙世紀の歴史が動くよ。今の僕になら本当の敵を倒せるかもしれないはずだ。すみません、援護を。了解。一年にわたるこの戦争、終わらせましょう。私たちは今未来を見てるのよね。ちょっと複雑だけど、しっかりね、小隊長。これ以上の侵入を許すな。そこ、直撃射程を展開。当たれ。行け。完全なトップオールレンジ攻撃。行け。そこだ。そこ。くそ、まだか。当たれ。そこだ。直撃させる。行かせません。ザ！展開！友軍もかなり入り込んでるね。他の艦隊から来たのか。援護していきましょう。そこ。隔壁が開いた。伏兵です。なぜ出てくる。小隊長さん、ジオ。このまま行けばアバオアクーの核へ行ける。できるぞ。内部は重っ。また伏兵。今度はゲルググシャアも赤いやつに乗っていたな。ララーも一緒にいた。サクラ、シャア・アズナブル大佐もここに。イエス。史実通りならこのエスフィールドから出撃するはずだよ。当然乗ってるのはグルググじゃないけどね。こいつらどんどん入ってくる。行け。逃がさない。そこ。手間をかけたな。
すまない。友軍から通信だよ。ジオンの新型が出たという話だ。モビルアーマーみたいなやつらしい。要塞内に入ったという報告もある。警戒を怠るなよ。了解しました。シャーカ、あれにやられるわけにはいかない。大型モビルスーツの要塞内への侵入を確認したよ。偉い人にもわからないモビルスーツ、いよいよね。何か呼んでいる気がする。アムロ少尉、シャアなのか。少尉さん、先行しても大丈夫。後ろは任せて。突破口を開く。やれるはずだ。やはり大物だ。シャア、